ちょっと遅くなっちゃったな。それにしても垣内にもこれがあったんだ。侮れんというか恐るべしというか。いけない。お帰りなさいませ、お嬢様。お一人のお帰りですか？あ、いえ、ちょっと待ち合わせを。ごめんね、遅れちゃって。待った？ いえ、全然。私も今来たところですから。相変わらずつつましい子だな。しましたか？ううん、別に。にしてもなんだかデートみたいな会話よね。女同士なのにちょっとくすぐったいわ。そうですね。あ、何か飲みますか？そうね、久々に甘いものもいいかな。すみません。ここにあるレディース食べ放題コース、まだやってる？はい！この店の全商品が対象となっております。じゃあそれ二人分で。このページに載ってるケーキ、とりあえず全部持ってきて。はい！承知いたしました、お嬢さん。まあ！ああ、心配しないで。一度でなくてもいいから。あと私、ホットコーヒーね。すぐに。相変わらずすごいですね。私だったら一個でもお腹いっぱいなのに。まあね、それだけ動いてるし頭も使う仕事してるから。女性らしくないってよく言われるけど、これを控えたら人生の楽しみが減っちゃうもん。チーフ？ひょっとしてあの女の人？ええ、間違いないわ。あの方は東京店のミスクワドラブルよ。それ
これって去年の冬、東京店でスイーツの全メニュー4回転を達成した、あの伝説のフードクイーンですか？確かその時の東京店のメニューってパーティー用の特大ホールケーキもあったんですよね。10人がかりでも食べきれないでっかいやつ、それを4個もっていうか、それを除外してもパフェの種類は20以上もあったんでしょ。その4倍ってことは、想像しちゃダメ。夢にまで出てくるわよ。それに関東地区の春のデザートフェスタで恒例のフードバトルが中止になったのも、その人が冬のフェスタで量、スピード、目利きの3部門で圧勝したからだって聞きましたけど、おまけにその人に負けじと挑んだ男子が全員救急車で運ばれて、そもそも赤いなんとかってやつにろくなやつがいた試しがない。ブラックホールに引き込まれる隕石とか小惑星とかってきっとああいう風に消えていくんだろうな。鉄の胃袋だとか全身胃袋だとか、そんなチャチなもんじゃ断じてに、もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ。商取引を踏んでいるだけに、ある意味でクレーマーよりよっぽど立ちが悪いですね。とにかく今休憩に入っているパティシエ全員呼び戻して、クリスマス商戦と同等のスクランブルシフトで乗り切るわよ。了解しました。レディース食べ放題なんて危険な代物をメニューに残していたのよ。カモがネギしょった上に味噌抱えて鍋まで持ってったようなもんでしょ。本当、なんだか見違えちゃったわね。手を振ってくれなかったら多分しばらく気づかなかったんじゃないかな。大げさですよ、ともえさん。それよりもどう？その髪、みんなも驚いてたでしょ？はい、すごく。それに、千里ちゃんたちみんなも、いい、似合ってるって言ってくれて。だから大丈夫だって言ったでしょ。ストレートのロングは古来より美人の証明なんだから。これで少しは私の見立てが正しかったと信じる気になった？ねえ夏美さん、世界変わった？え？あなたの目に映ってる世界、少しは明るくなった？はい。あら、夏美さん？こんにちは。
あなたも朝の天気予報に騙された口？あ、はい。トモエさん。貸してあげる。私って汗っかきだから、いつもハンカチじゃ足りないのよ。あ、それはまだ使ってないやつだからね。すみません。じゃないよね。何の香りなんだろう。ごめんなさい。私、髪をほどいた夏美さんを初めて見たから、とっても綺麗な髪ね。え？そうですか？ええ。艶やかだし、滑らかで、髪を洗うの結構時間かけてるんじゃない？普段からトリートメントをしっかりやっていないと、こうはならないもの。ありがとうございます。それにお団子結びだからあんまり目立たないけど、相当伸ばしているのね。これならストレートで流している方がきっと可愛いと思うんだけどな。どうしたの、夏美さん。私、以前は髪結ばないで流していたんです。でも前の町で嫌なあだ名つけられちゃって、長い髪で幽霊みたいな感じに見えるから座敷わらしだって。座敷わらしって、あれおかっぱの妖怪でしょ。全然関係ないじゃない。せめて雪女とか言ってみなさいよね。スノーホワイトは違ったか。でも私、昔はネクラで、人と喋るのは今よりも苦手で、だから、やめてって強く言い返せなくて、その後も、ずっと。そうなんだ。それって、小学校の時？たく、どの世代にもバカ男子はいるものね。
この子もきっとそうなんだろうな。いたわね、そういう意地悪なやつって。私だったら間違いなくぶっこ、もとい、ぶっ飛ばしてやってるところなんだけど。本当は私、髪を結ぶのあんまりうまくないから、流した髪型の方が気楽なんです。でもそれ以来嫌なイメージがついちゃって。ああ、わかっているんです。そんなの無視すればいいってことくらい。巴さんみたいに自分をしっかり持っている人から見れば、私って情けないですよね。気が弱すぎますよね。夏美さん。それがこの子の根っこをダメにしているのね。それでいいわけがない。いいわ、おせっかい上等よ。夏美さん、むしろ私はあなたの方こそ羨ましいわよ。え？私はこういう性格だから、口よりも手が早くて、しょっちゅう男子相手にでも喧嘩を追っ始めるやつだったの。それに背もこんなで胸も、まあこんな感じで。ワンピースの似合う同級生がすごく妬ましかったし、色気なしってことでこっぴどい失恋をした時もあって、かなり落ち込んだこともあったな。巴さんがですか？そりゃ私も学生時代はそれなりに乙女だったからね。かっこいい人を好きになって告白して、見事玉砕なんてことが何度もあったわ。だからどうやったら可愛くなれるかとか、男の人の好みに近づけるのかなんて、今から考えれば笑っちゃうようなことで悩んで、いろいろと無理な背伸びをやってみたな。でもね、あなたが私になれないように、私もあなたにはなれない。可愛い子、おしとやかな女性、今でもちょっとは憧れるけど、残念ながら私とは適性が違うのよね。だから私は私をやるしかないって、ある時に気づいたというか吹っ切れたのよ。私をやる？そう、ありのままに自然体でありつつ、人からも良いと褒められて、自分の良いと信じることをまっすぐに、精一杯表に出していこうってね。もちろん人に不快感を与えるような欠点は直すように心がけるけど、そればかりを意識してると直すよりもむしろ隠す方に気持ちがいっちゃうから。
すと隠すは違う。ええ、そしてそれに気づくことができたのは、自分自身と向き合って良いところと悪いところをしっかり意識したおかげだと思う。とりあえず男勝りで頑固一徹って、女性の評価らしくないけど、そこがいいって言ってくれた人がいたから、それを信じてやってみた。自分にとっても無理がないし楽だったしね。で、そうしているうちに、ガサツで爪の甘い欠点が出てきたから、周囲の人たちに迷惑をかけないように少しずつ直すことを心がけていった。それが今の私なのよ。でも、けど、ん？私、そんな風に思えない。あなただから。そんなにも心が強いトモエさんだから、そんなことが言えるんです。夏美さん。名前聞いてごめんなさい。でも私は、そんなにも割り切って、自分を信じることができない。いいところって言われても何も思いつかないし、悪いところを人に指摘されて、それがどうしたなんて開き直ることもできない。だから、私は、あなたみたいにはなれない。それが、わかるんです。よく、わかってるんです。夏美さん、気づいてる？今あなた、私と同じことを言ったのよ。え？あ。さっきも言った通り、あなたが私になれないのは、その逆が成立しないのと同じ。だから私になんてなる必要は全然ない。あなたなりの変わるきっかけを見つけて、あなたにできる範囲とやり方を探し出せばいいの。それは新しい何かを見つけ出してそれを身につける努力じゃない。元からあった自分の何かをクローズアップして程よく飾り付けていくだけの、言うなれば見方や発想の転換なのよ。見方や発想を変える。ええ、そういうこと。0から1は大変だけど、1をどう見せるかは思ったよりも楽。それにあなたには、私にはないとても素敵なところがあるじゃない。例えばこの髪とかでしょ。何が妖怪よ。
私はこの髪がとっても綺麗で憧れるほどに羨ましいって正直に思ったわ。トモエさん。でもあなたが今日ほどいてくれないままだったら、きっと私はこの良さに気づかなかった。多分これと同じことなの。長所も短所もあなたの個性だから、短所と思って隠すと長所と思われる機会をなくしちゃうのよね。それにね、価値観とか印象とかは時と場所で変化する、いい加減な代物。そしていいと悪いの評価は見る人によって簡単にひっくり返る。だって野花を見て綺麗だという人もいれば、単なる雑草だって煩わしく感じる人もいるじゃない。それどころか、同じ人でもその時の感情次第で違う印象を持ったりすることもよくある。でも大切なのはどれが正しいかってことじゃない。自分の身近な人、好きな人たちがどう思ってくれるか。そうでしょ。はい。夏美さん、あなたは自分でどう思っているのかはわからないけど、優しくて真面目で素直で、私にはない、あなたが十分に誇ってもいいいいところがある。それはとっても素敵だと思うし、少なくとも私はそんなあなたが大好きだから、胸を張って自信を持ってほしいな。うん。その…私も…巴さんのそういう…はっきり何でも言えるところ、すごく素敵だと思います。私も巴さんが好きだし、本当に私、憧れてるんです。うん、ありがとう。だけど私、あなたにそう言ってもらえても、全然実感ないっていうか、信じられなくて、いつも優しくなりたい。友達に喜んでもらいたいって思っているけど、うまくいかなくて、悲しくて、落ち込んで。だから、巴さんの言ってくれたいいところが、自分に本当にあるのか、よく、わからなくて。だけど、友達は言ってくれたのよね。あなたのそんなところがいいって。だったら、それを信じるってのはどうかな。え？自分自身を信じるって確かに結構勇気がいる。それはよくわかる。でもあなたが大好きな人たちは、ありのままのあなたがいいって言ってくれたのよね。ならもう少し力を抜いて自然になってみたら。自然に？ええ、そう。そうして、あなたが今まで隠していた欠点、ううん、欠点と思わされていたところを少しずつでも出して確かめてみたらどうかしら。悪いままなら相談して直せるように努力して。でも、勘違いならそのままで。そうすれば、きっと隠してきた時よりもずっと、前向きな解決策が見つかると思うわ。
ダメよ、夏美さん。それがあなたの悪いところ。相手の気持ちとか反応とかをまず考えてあげるのはとてもいいこと。だけど、自分の意思を拒絶されることばかり考えずに、容認してもらう可能性も信じなきゃ。だって、あなたは相手に迷惑をかけるつもりじゃないんだし、相手もそれが嫌だと言ったわけじゃないんだし、ね？まして、あなたの心が許せる親しい友達なんでしょ？だったら、善意の方を何よりも信じてあげないと、むしろ友達がかわいそうだと思うけどな。それが、優しさってものよ。あ、そうそう。だったら夏美さん。あ、はい。これもいい機会よ。勇気を振り絞るきっかけに、昔言われていた悪口がいかにいい加減でデタラメなものだったか、実際に証明してやるってのはどう？え？証明ってどうやってですか？決まってるじゃない。髪型を戻すのよ、元のストレートロングに。絶対似合うはずだからね。そんな。できません。そんなこと、私。まだ座敷わらしのことが気になる？冗談じゃない。こんな可愛い妖怪、あってたまるかっての。今でもそんなこと言う奴がいたら、私の前に連れてきなさい。すぐに眼科と精神科へ叩き込んでやるわ。うん。大丈夫だって。私が保証するから。ストレートの髪の夏美さんはきっと可愛いって。絶対みんなも同じことを思うはずよ。でも。何を。夏美さん、さっき私とは違うって言ってたわよね。でも一つ同じところを見つけちゃった。え？意外に頑固なところよ。頑私、そんなに頑固ですか？ええ、私と同じくらいにね。だってあなた、髪を切らなかったんでしょ？え？勝手な憶測だったらごめんね。髪のことで悪く言われたのに、それを今まで大切にしてきた。ってことは、本当はその髪が、自分の素敵なところだってあなたは思っていたんじゃないの？ん？私もね、実は自分のこういう男勝りな性格結構気に入ってるの。だから直した方がいいって言われたりして、自分でもそうかもって思ったこともあったんだけど、結局直さなかった。でもそれって夏美さんの髪のこととなんだか似ていないかしら？
り、この人は違う。やっぱり、トモエさんはすごいな。私の思ってること、すぐに分かっちゃうんだもの。さすが刑事さんですね。まあ今は私刑事じゃないんだけどね。私のお母さんも髪がとっても綺麗で、親戚の人たちも素敵だってよく言ってくれます。でも私は言われたことないから、ひょっとしたら似合ってないのかなって。そんなことないわよ、絶対。私はこの通り癖っ気だから、あなたのその髪がとっても羨ましいもの。むしろちょん切って外出用の付け毛に使いたいくらいよ。うん。自信持って、夏美さん。昔のことは昔のこと。今ならきっとみんな素敵だって言ってくれるはずよ。私があなたに嘘を言ったことってあった？それによく考えてみて。所詮髪型を変えるだけのことでしょ。だからもし反応が悪かったとしても、次の日に元に戻せばそれでリセット。クラスのみんなには寝坊してセットしてくる暇なかったって言えば全部チャラになるわ。もっともそんなことは絶対ないと私は断言してもいいけどね。それはそうですけど。別にいきなりは変わらなくてもいい。さすがに周りもびっくりしちゃうしね。でも少しずつできる範囲から変えていくのは意外に簡単だったりするものよ、トモエさん。そして自分の力で何かを変えた世界は、きっとどんなに小さくてもあなたにとって素敵な明るい世界になってくれるはず。私はそう信じている。そしてあなたのために祈っているわ。はい。ねえ、嘘なんかじゃなかったでしょ。はい、トモエさんの言った通りでした。おかげで私なんだかちょっと自信が出てきて、ありがとうございます、本当に。そんな風に言われると逆にくすぐったいわ。そもそも可愛いのは正義、これは古今東西の不動の定理よ。ありがとうございます。あ、それからですね。その。ん？何何？いい話？はい、とても。実は、その。え、そうなの？よかったじゃない、おめでとう。なんだかまだ夢を見ているような感じで、ちょっと髪型を変えただけなのにこんなにもいいことが起きてくれるなんて全然思ってなかったから。でも信じてもいいんじゃない。これからはきっといいことずくめよ。だってあなたは昔よりも前に踏み出したんだから。いいことだらけの人生じゃないけど、努力した人間が全然報われない世の中なんて私は絶対認めないんだからね。トモエさん、はい。そうだ、
私はそう信じている。信じるって決めたんだ。なら今日はそのお祝いね。夏美さん、ここから好きなだけ食べてもいいわよ。え？で、でも安心して、もともとおかわりする予定だったんだからね。あ、そうなんですか。おい、まだ食うのかよ。一体どんな胃袋しているんだ。はあ、とりあえずま腹八分目ってところかな。このくらいにしておきましょうか。全メニュー参集したんですけど。お土産くらいは別途で買ってあげようかな。あ、そうだ、薬飲まなくちゃ。ん？風邪でもひいたの？ああ、いえ、私の常備薬なんです。やっぱりいいか。どうしたの？これ飲むとちょっと眠くなっちゃうんです。せっかく巴さんがこれから勉強を見てくれるんだから、帰り間際に飲みます。そう？ビタミン剤と同じで、ちょっと飲みすぎたり飲み足りなかったりしても大丈夫だって先生が言ってましたから、最近は勉強が終わったら飲むようにしているんです。そうすると頭がすっきりしていい感じになるんですよ。へえ、便利な薬ね。でもどんな薬でも飲みすぎたり頼りすぎたりするのは体に毒よ。はい、気をつけます。で、今週の課題はできた？あ、はい。今日持ってきました。
数学は基礎ができてきたみたいね。英語は得意分野だから問題な。あ、関係詞の訳が間違ってる。ほら。あ、本当だ。じゃあここはこうでこうですか。うん、その通り。慌ててミスったらもったいないし、落ち着いていこうね。はい。それにしても相変わらず英語長文は強いわね。政教徒革命と名誉革命の内容、ここまで的確に訳せるのは大したものよ。でも巴さんも詳しいですね。英文を見ただけで分かっちゃうんですから。まあ、私は昔イギリスのこの時代が特に好きだって人が知り合いにいてね、自分も覚えちゃったっていうか。そうなんですか。私もイギリス史が子供の頃から好きなんです。アーサー王の伝説とか、エリザベス女王の頃の大航海時代とか、なんだか童話や小説を読んでいるみたいで楽しくて。だから大学に入ったらお金貯めて外国に行きたいんです。旅行でもいいんだけど、頑張って留学もできればなぁ、なんて。そうなんだ。じゃあ将来は歴史学か考古学を専攻するの？ああ、いえ、大学では私介護を勉強したいんです。まだ親には話していないんだけど、友達の紹介で今介護センターでアルバイトしていて、そこで仲良くなった主任さんたちにも勧められたから、本気で頑張ってみたくて。へえ、いいんじゃない？ちょっと違うかもしれないけど、あなたの好きなイギリスはナイチンゲールの国だもんね。行けばきっとためになるお話を聞けると思うわ。ま、そのためには英語をもっと頑張らないとね。今度私の使っていた英会話の教材を持ってきてあげる。買うと高いから暇な時に使ってみて。すみません、いつも忙しいのにいろいろ気を使ってもらって。いいのよ、私が好きでやっているんだから気にしないで。こっちもちょうどいい頭の体操になって結構楽しいしね。ありがとうございます、巴さん。あ、そうそう、今週から私また柿内の独身寮に戻ることになったから、次からは新しい住所に送ってね。そうなんですか。じゃあ。うん、オフの日はマンツーマンできっちり見てあげるから、その代わり覚悟しなさいよ。あ、はい、よろしくお願いします。そういえば巴さんって国立の鹿島大なんですよね。うん、そうだけど。友達に聞いたら、鹿島大は日本で一番先生になる人が多い大学だって。でもなんだか納得です。巴さんも教え方がすごく上手だし、なんだか本当の先生みたいで。先生か、私はちょっと柄じゃないわね。私そんなに勉強が得意じゃなかったし、むしろ真剣に目指していたのは、そうね、スチュワーデスさんにはなりたかったかな。スチュワーデスさんですか。でも巴さんって陸上？マラソンとかと違って
高飛びは実業団の枠が少ないから、そっちで将来を目指す気はあんまりなかったわね。まあ、小さい時の夢とはいえ、外国に行く仕事には憧れていたから、割と真剣に狙ってたのよ。へえ。だから、英語の上達は、その副産物ってところかな。それに、レターコードとか、専門用語もいっぱい覚えたっけ。レターコード？空港とか航空会社を、アルファベットの3文字や2文字で記したものなの。例えば、羽田空港なら HND、垣内空港は KKU、ジャパン航空なら JA とかね。世界中だとすごい数になるから、全部言えるのはちょっと自慢だったわ。すごいなぁ。リュウグウ、レイナ。さ、この調子でもうちょっとここで頑張ってみよっか。次の目標は期末テスト、全科目平均点超えでどう？はい。頑張ります。よーし。で、大丈夫かな？ここってそろそろ混む時間帯でしょ？あんまり長居すると怒られちゃうかもね。あ、平気です。ここの店長さんって、実は知り合いですから。私の親戚のおじいちゃんの将棋仲間で、お願いしたらここを使ってもいいって。へえ。じゃあ、その親戚さんも、この垣内に？いえ、住んでいるのは雛見沢って言って、沖の宮の隣なんです。そこの村の、村長さん。正確には、町会長さんをやっています。私は園崎家を筆頭とする御三家が怪しいと睨んでいます。変わった名字だからもしやとは思っていたけど、君吉、夏美、御三家の一つ、君吉家の当主を親戚に持つ子か。友恵さん？あの、友恵さん。え？何？どうしました？やっぱりお疲れですか？ううん、そんなことないわよ。ただちょっと来週のテレビ取材のことを考えていてね。え？友恵さんテレビに出るんですか？まあね、目立つのは嫌いだけどこれも仕事だし。
井さん。何？私、トリッコだったから、ずっと友恵さんみたいなお姉さんがいたらいいなって思っていました。優しくて、頼りがいがあって、何でも相談できて。え？だから、友恵さんさえ良ければ、なんですけど、これから私、友恵さんのこと、お姉さんって思っても、いいでしょうか。ごめんなさい、変なこと言って。でも、私。ミナイさん。あの子の未来を奪ったのは私だ。私も夏美さんみたいな可愛い妹は大歓迎よ。まあ、私の本当の妹と来たら、あなたと違って憎ったらしいというか、なんというか、ちょっとはあなたを見習えって感じだものね。え？そうなんですか？でもまあ、今思えばこういうところが男子にモテなかった理由なんだろうね。下級生の女の子からはラブレターもらったことあるけど、男子はビビって近づきもしなかったし、この顔で、タイが曲がっていてよ。とでもやれってか？私はこれでもノーマルだっての！裏切りたくない。私は。ありがとうございます、ミナイさん。さて、すっかり遅くなっちゃったわね。大丈夫？あ、はい。知り合いの先輩に勉強を教わっていたって言いますから。エンジェルモードで勉強するってことは連絡済みだし、証拠も教材を見せれば平気です。そう？なら、一緒にタクシー乗って行きましょう。どうせ私の寮への通り道だし、お金も変わんないからね。あ、でも。いいから。ここはお姉ちゃんに任せなさい。ね。それじゃあ、お言葉に甘えて。タクシー乗せて正解か。
疲れてるんだろうな。感じだな。Thank you.